こんにちは、茂木和也です。では今回のご質問いきます。すすぎ1回の洗剤についてお尋ねします。最近洗濯洗剤ではコンパクトなタイプはすすぎ1回で OK のものが増えてきたように思います。本当にすすぎ1回で大丈夫なのかと心配になります。すすぎ1回で OK という洗剤を使う時の注意点などありましたら教えてくださいというご質問です。ご質問者さんと同じようにすすぎ1回で本当に大丈夫なんですかっていう心配に思ってる方結構いますよね。このすすぎ1回で OK ですって言ってるのが洗剤メーカーじゃないですか。私これがですね、納得できない部分があって、洗剤メーカーが言うから心配な部分って大きいと思うんですよ。すすぎ1回で OK ですって洗濯機メーカーが言ってるんだったらまだ安心できますよね。だって洗濯機にもいろんなタイプがありますし、新しいものから古いものまで様々ありますよね。でもちろん新しい方がすすぎ力上がってる傾向にあると思いますし、古いものだったらそんなすすぎが良くなかったり、あとは値段とか、いろんなことで条件変わってきますよね、洗濯機の種類で。なのにどんな洗濯機を使ってもですね、すすぎ1回ですすがれると洗剤メーカーが言ってるっていうところにちょっと違和感を覚えちゃうんですよね。それでこれは私の意見、個人的な意見なんですけれども、最近ですね、私もこのような、最近だと石鹸とかも作っていますし、そういったお肌のトラブルとか、赤ちゃんのトラブルとかっていうご相談をいただいたりするんですけれども、洗濯洗剤のすすぎ残りっていうのは確実にあるなと。で昔よりも増えてきているような気がしなくもないですね。でその大きな原因がですね、すすぎ1回設定の問題なのではないかなというふうに思っているんですよ。もちろん肌の強い方、大人の方だったらそんなに被害受けないんでしょうけれども、肌が弱い方とか、まだ肌機能が未熟な赤ちゃんとかだったらですね、やっぱり影響受けますよね、界面活性剤が残っちゃってると。だから、もしご質問者さんが今現状すすぎ1回で、自分も含めて家族の方がですね、そんな肌に影響が出ているようなことはないということであれば、特に設定を 2回にするっていうことはしなくてもいいかと思うんですけれども、もしなんかその1回の設定にしてからちょっと肌の調子が悪いとか、何か肌にトラブルのようなことが起きているのであれば、2回にして様子を見た方がいいと思いますね。そういうふうに思います。でこれもですね、すすぎ1回でいいって洗剤メーカー言ってるじゃないですか。で実際に肌トラブル増えてきている、アトピーも含めてですよ、小さなお子さん特に被害受けるんですけれども、で大体洗剤が悪いですっていうふうにならないじゃないですか。これはテレビなり雑誌なり、もうそういったメディアがですね、要はスポンサーで大手洗剤メーカー必ず入ってますから、そういうことが伝わらないんですよ。なので例えば肌トラブルとかなった時によく言われるのがダニとかハウスダストとか、そういった方に目を向けられてしまうんですよね。大きな要因は洗剤残りだと私は思ってますけれども、なので例えば空気清浄機とか吸引力のいいその掃除機のようなものがやっぱりそのテレビで紹介されて売れていくという現状ですよね。でもやっぱり洗剤残りを疑うべきですよ、肌トラブルがあるとしたらですよ。もちろん本当に1回でもほぼすすがれるものもあるかもしれないです、洗剤の種類によっては。あと繰り返しになりますが、多少残っても影響が出ないという肌の強い方もいると思いますが、もし肌に何かの影響が出ているのであれば、ましてやですね、本当にもう重度のトラブルが出てて、例えばですね、もういろんな食べ物を変えて改善しようと食べ物を変えてみたり、皮膚科のお医者さんに通ったり、いろいろされてても肌が改善されない、子供の肌が改善されないっていう場合は、ぜひですね、すすぎの設定を増やすとか、あとは洗剤そのものを変えてみるとかっていうようなことをされた方がいいように思いますけれども、私もこれまで何度かテレビに出させていただいてますし、出演の依頼をいただいたりすることもあるんですが、担当者レベルで出演依頼が来たとしても、やっぱりスポンサーの方で OK 出なかったということでダメになったりするケースあるんですよね。だいたい洗剤メーカーが入っているからなんでしょうけれども、あとこういうのもあるんだと思ったのが、収録中に合成界面活性剤のことを話す流れになったんですよね。で合成界面活性剤のこういうところが良くないんですみたいなことを話したんですよ。そしたらですね、それダメですって言ってストップになっちゃって、要は洗剤メーカーがスポンサーになってると、
ということなんですけれども、商品の悪口じゃなくて もう合成界面活性剤の悪いことでさえもですね言えないとダメになるというふうな経験をしたことがあって、とてもびっくりしました。これだとやっぱりテレビからなかなか真実伝わっていかないなというふうに強く感じましたね。今はこうやってネットでですね自分のメディアを持って自分が思っていることを全て皆さんに直接届けられることができるので、とてもいい時代になりましたよね。皆さんにとってもとてもいいことだと思います。真実をちゃんと全部知れるし、その中でどっちにするか判断できますよね。選択の仕方、あとは洗剤選びとか、判断できますもんね。大手メーカーが嘘ついてるっていうことではないんですよ。知ってることを全て伝えてないんですよね。よく合成洗剤と石鹸のこうぶつかり合いってあるじゃないですか。で、合成洗剤悪者になりがちですよね。今回も話の例として、合成洗剤がちょっと悪いようなイメージの内容になってるかもしれないですけども、石鹸だってあれですよ、全ていいなんてことありませんからね。石鹸だって刺激が強いですし、合成界面活性剤より今となっては環境問題に関しても今はですね石鹸の方がいいなんて言えない時代になってるんですよ。なのにやっぱり石鹸メーカー、石鹸派の方たちは合成界面活性剤の方をやっぱりその成分改正が悪いとか体に悪いとかっていうことを言いますけれども、こっちもこっちでですね、石鹸の方も全て真実を伝えていない部分もあるなって、私は中立の立場でいつもいるようにしてますから思うわけですよ。だからこれからもですね、できるだけ俯瞰的に中立の立場でいろんな物事を見て、皆さんに自分の知っている限りの真実をお伝えして、あとは皆さんに選んでもらうというやり方をこれからもしていきたいなというふうに思ってます。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。という感じで、私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など、汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。